近藤広和は、日本の経営者。ホンダ技研工業元副社長、元代表取締役会長、アメリカンホンダモーター元会長、日本自動車工業へ原理事1947年生まれ。1970年3月、山口大学分離学部卒業。同年4月、ホンダ技研工業入社。1996年6月、 ホンダモータードブラジルリミターダ取締役社長。1996年6月、元ホンダダアマゾニアリミターダ取締役社長。ホンダオートモーベースドブラジルリミターダ取締役。社長1997年6月、同社取締役。2005年4月、北米地域本部長兼、アメリカンホンダモーターカンパニーインコーポレテッド、取締役社長から、同社常務取締役び、 北米地域本部長兼ホンダノースアメリカインコーポレテッド取締役社長兼アメリカンホンダモーターカンパニーインコーポレテッド取締役社長に就任。同年6月、同社常務取締役から同社代表取締役専務取締役に就任。2011年4月、同社副社長から代表権を持つ同社会長に就任。同年5月、 日本自動車工業会理事。同年6月、同社代表取締役専務取締役及び、北米地域本部長兼ホンダノースアメリカ、インコーポレーテッド取締役社長兼、アメリカンホンダモーターカンパニーインコーポレーテッド、取締役社長。2007年6月、同社代表取締役副社長に就任。2008年同社代表取締役副社長。 日本営業本部長。2010年同社代表取締役副社長及びコンプライアンスオフィサー検証外担。2011年同社代表取締役会長。2012年4月、同社代表取締役会長コンプライアンスオフィサーから同社代表取締役会長に就任した。ありがとうございます。